さあハイキックさんのチームはそなたのチームを破ってきてますからね。対するユージニのチームは天敗チームを破ってると。さああと一つ勝てば決勝ですからね。さあステージはハーフエンドステージ。さあ堀直井見せれるか、それともミブが甘くないよと二人抜くか。さあ一気に強気、さあ構えて三投げ通る、ショーダウン置き攻めでカバン、さらに投げ、このヘリさらに投げ、寿司くも当たらず、膝でさあ出番下げキャン絡めて下、どうする、止まったぞ、構えて最後は下、やはり大会なんでどうしても安定行動が多くなってしまう。打ち切ってそしたら転ばして、じゃああまりさばきを使わないミベの顎、攻撃能力で一気に殺す。さあきっちりいって、さあ2本練習、さあミブゴかなりいい感じ、ザンビから投げて、さあ引きたい、さあ BK、 さあ肩きっちり当てみたいときできてます。さあ壁際、壁投げ大ダメージ、上段へ一気に減りました。さあ堀直井こっからいけるか、生き残る最後の青い、さあ突っ込んで、さあやりづらそう、肘投げ抜けて、さあ追って投げる、上段さあ両者ともに投げダメージを取る、さあ肘、さあ肩寿司くも当たらず投げる、粘る堀直井、さらに投げる、これでリーチ、さあ堀直井踏ん張れるか、下パンアッパーでミドル、さあきっちり幻惑、さあ下段投げ当たらず、そっちに逃げるか、さあ投げ追いつく、下パン膝が当たらず、しっちり投げしゃがむ、どうする、これは残投げ大ダウン、草投げ粘れ、どうする、投げる、まだ、さあはははおきげり下がるミブだが、おきげり当たる、さあ堀直をいい仕事しました。さあそして中堅は誰を出す、イルジニーかヤクモ、さあヤクモジャッキー一回戦と同じシフト。さあ全然ありますからね。さあ最初に2本